皆さん、おはこんばんにちは。そして、いらっしゃいませ。サダコユキです。それでは、ファイナルファンタジー、リバースをやっていくよ。ファイナルファンタジー、セブンリバースね。やっていくよ。なんか足んねえなと思った。クラウドさん。各地に残っている共和国時代の遺跡などには貴重なクラフトチップが埋まっています。その土地のライフスポットを調べること、新たなレシピを入手するためにもライフスポットの探索をお願いします。なんか取るわ。なんかバトルシミュレーターな。フェニックスやっていこうかなと。もうね、あれから全部調べたんですよね。シミュレーターで、まあ、クラウドだ、ティファだ、エアリスかな。ジョシュア、ジョシュアじゃないけど、ジョシュア。お、なんだこれ。あ、やべ、MP がパネーことになる。え、ザコ消化すんの？マジで？クソ野郎だ。死ねえよ、炙りカルビ。うわ、やめんか、これ。全然効かねえ。このケチラ！ジャブル。毒が弱点なのかな。しくりましたね。ジョシュア。まあ、肩。なんだこれマジで。仕掛ける。これでも、いや今だ、いざ甘えるだ。どうした、出るだけ。連携しよう。任せ。ああ、こっちだ。ワイルドラン。はい、リー貴様。バイオハザード、こっちだ。続け、勢いに乗れ。続け、合わせろ。行くぞ、頼む。え、ボムが出てきた。任せるぞ、ボムがやる。ああ、全然乗ってないの。あ、ダメだ。行くぞ。お前のバイオやってもしょうがねえね。うわ、こいつは何だ。火が弱点か。うぜえってのは。あ、行った。それで、なんか来るか、来る。なるほど。なるほど。ザイ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 。あいつ、ルッツサーティーン。バイオラ。バイオラ。耐えきれる。いや、バイオラ食らってる。俺ざら。で、あぶねー。ブリザード。なに、ふざけやがって。ああ、勝てー。
ぞ。だだだだ、敵出せこら。じゃあデュアルロ。で、危ない。クラウド行け、リミットブレイク。OK。フェニックスの討伐、お見事でした。不死鳥が操る幻想的な炎に思わず見とれてしまいました。転生を繰り返す霊鳥を仲間に加えて、もはや怖いものなしですね。では引き続き調査報告はこまめにお願いしますね。フェニックス、誰つきよっかな。マインドフレア来たよ。準備を整えて挑みましょう。チッ、フトゥルフ野郎。フトゥルフさん、え、どこにいる。三角だったわ。ピョンピョン。あらまあ。イカ野郎が。これやばいんじゃないか。うわーいっていうやつ、強っ。やばい、弱点がねえ。状態異常系かよ、兄さん。さっき、サイキックブロールだ。
うん、はい、届け、それ、うん、よっと、やる、ギュッとね、飛んでけ、え、やっ、え、行くよ、ダメだ、一緒に、ありがとう、届け、行くよ、はい、任せるね、落ち着いていけ、さあ行くよ、ロコンパクン、やっ、やっ、ダブライ、丈夫、このやっ、行くよ、やっ、ケジラス、あー、なんでやねん、即死なんだけど、刻む、まだまだ、来た、終わらせる、ヘブンズピンポン、任せろ、うまく使って、うわぁ、それ、まだまだ、行くよ、クラムハザード、悪く思う、いやぁ視線を切り裂く、飛んでけ、チラッ、どうだ、なりて、あー、ティファが死にそうだ、でいく、そこ、まだ、そのままでは逃げてない、なーって、ここからだ、行くよ、また消える、どうすぎよ、なんだよ、ですか、フェニックス、急に呼び出してごめん、出て出て出て、どこだ、いや、気負いすぎる、頑張るね、それ、ケジラ、やっけ、うわぁ、だぁ、やっ、死ぬ、まだまだ、だだだだ、苦手だ、無事ぬ、やっ、飛ばす、やっ、危なそう、当てる、ただじゃ済まないとか、あー、もうなんてこったい、やばい、何それ、意味わからんことすなや、まだいけるな、飛んでくる、やりす、あー、まあいいや、なんてめっちゃバコンコンコン、さまそう、さまそう、元人間つってたか。
よし、ついて。ここっすね。で、なんか、埋まってるもんを見つけるんだぜ。サイコちゃんか。あれか。せ。セイラーガン。よし。やったー。んで？これだな。あ、刀。目的地への到着を確認。周辺にエンシェントマターらしきものは見当たりませんか？またペグじゃないのか。おお、こいつはどうだ。なんだこれ。エンシェントマターの回収はこれで。と、あれ？周辺に異常値を確認。この反応は何だろう。すみません、少しお待ちください。コンドルフォートか。懐かしいな。コンドルフォート、戦術訓練で使ったことがある。ボードゲームにもなってるよね。ウェッジたちがハマってて。私も異常値が急上昇。ティマさん、ダメです。キャうわぁ、ハンドルフォート援軍だ。援軍が来たぞ。なに、はなんじゃこりゃ。はどうなっちゃったの私たち。なんだなんだ隊長。あとは頼んだぞ。ギルガメス隊長。援軍の皆さん、神羅軍はもうすぐそこに迫っています。どうか力を貸してください。え、おい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 、時間がありません。我々の作戦を説明するので、ちゃんとついてきてくださいね。コンドルヘイだ。クラウド強いよな。待て、これガチでコンドルフォートか。やったやった、コンドルクイーンなめんなよ。どうすっか。やってんだお前。
お、いい感じにはなってるんじゃない。あらららら、あらららららら、あらららららら、ら、アタッカーが来ねえんだよ。来た。せ。行け。あらり。あーつれードカンドカン。やれもう。やったー、我々の勝利です。お主らのおかげで助かった。礼を言うぞ隊長。援軍の皆さん、次の戦いの時は迫っています。奴らはまた必ず攻めてきます。俺たちと一緒にここで戦いましょう。参ったな。ん、お、遠征トマト。ん、あれに見えるわ。あれに見えるわ。なんだったかは思い出せんが、あれは我が探し求めし者。待て待て、隊長。ああ、戻ってきた。何だったんだ。あ、私たちゲームの世界にいたよね。なバカな。って言ってとこだな。って言ってとこだが。すごい、こんな現象が起こるなんて。僕のデータベースでも類似の例は見当たりません。一体どんな原理で引き起こされたのでしょうか。これにあの異常値を。落ち着けチャドリー。でどうするよ。エンセントマターはあっちの奴らに持ってかれちまったぜ。あ、そうか。エンセントマター。微弱ながらエンセントマターのエネルギーを確認。ということはコンドルフォートへの入り口も再び開かれていると考えられます。早速確認に向かってみましょう。コンドルフォート。
どこや。うわ、そこかよ。めんどくせえ。コンドルフォートか。面白そう。七番街ではすごく流行ってたんだよ。私、やってみたい。あそこにコンドルマジモンがいるけど。もちろん。ねえ、レッドはこういうの得意でしょ。レッド、どう？受けてたと。ほほう。じゃあ約束、忘れないでね。のんきなもんだな。まったくよ。俺ユギー仲間にしてたらなんか言ってたかな。コンドルクイーンだよって。じゃあコンドルクイーンまではやったが、どこだ。あ、落ちた。なんでやねん、落ちんのか。コンドルフォート周辺にエンシェントマターの反応を確認。やはりそこが入り口になっているようですね。しゃあねえな、神羅の野郎どもを蹴散らしてやら。行くのはいいけど、ちゃんと戻ってこられるよね。前回のデータから推察するに、ゲームが終了すれば元に戻る仕組みになっているようです。万が一の時は僕が必ず皆さんを連れ戻します。行くぜ、リンクスタート。慣れないな、この感じ。言うほど悪くはない。え？ぬおー、突撃やられた。隊長、ミネさん、また来てくれたんですね。おお、共にあやつらから我が宝を取り戻そうぞ。あれは俺たちの世界にあったもんだ。お前のもんじゃねえ。いい、黙れ黙れ。こたつは良いのだ。今はとにかく突撃。本作戦の目標は神羅軍に奪われた物資の奪還です。隊長の無謀な作戦では敗退は必至。どうか力を貸してください。ヘブン、援護します、隊長。俺たちも行くぞ。判断が遅い、判断が、判断が遅いんだい。いけ、やれ、いらん。さあ、終わってる。それはもういいや、ほっといて。
お、あいいぞ。あー、強もう。いってる。ドライバー。オッケー、すらやりましたね、隊長。うん、あとは我が宝を取り返すのみ。いざ突撃。待て、この野郎。おいで調子。ん、何故。なんで隊長、お前ごと行くんかい。隊長をさらわれた。クラウドさんたちの帰還を確認。エンシェントマターの回収は失敗に終わったようですね。すまねえ、僕の方で観測した数値もノイズだらけで使い物になりませんでした。何か既存の概念を超える巨大な力が干渉しているのかもしれません。隊長さん、エンシェントマターのことを我が宝って言ってたけど、どういうことなのかな。いくつか仮説は立てられますが、いずれも確証に至るにはデータが不足しています。エンシェントマターの位置は不足済みですので、次の現場へ向かってみましょう。現場に直行よ。あ、そこか。近いぜ。コンドルフォートへの入り口を発見。さあ、今度こそこの現象の謎を解き明かしましょう。おうよ。待て、目的はエンシェントマターの回収だろ。あ、そうでした。すっかり夢中になってしまって。たく、これ以上ややこしくなる前にとっとと言ってさっさと片付けちまうぜ。エクス、おい、さて、エンシェントマターはと。ここよー、ギルガメッシュ。早く迎えに来てちょうだい。待ってるわよ。担がれてる。あれって隊長さんだよね。いろいろとっちらかってんな。皆さん、どうか隊長を助けてください。どちらかって、隊長がいなくなったら僕たち終わりなんです。どういうことだ。どういうこと。ゲームの駒ですから。ああ、本当なら誰かが遊んでくれるのをボードの上で待つことしかできません。でもある日隊長が現れて、僕たち自分の力で自由に動けるようになったんです。隊長が来てからもう毎日楽しくて。俺たちには隊長が必要なんです。たく、どうする。エンシェントマターを取り戻すには隊長さんを助けなくちゃ。うん、やるしかない。どうするのよ。なんかトイストーリーみたいな感じだった。あ、なるほど。
バレットとティファでもよくね？確かにな。何踊ってんだよ、てめえは。ゾロがよ。何が来る？いきなりエースをぶち込むのもな。エースはちょっと無理かな。うつー、なんだよ、あれ。あそこから飛ぶくんかい。エースを入れておくか、じゃあ。仕方ねえ。いた仕方ねえな、もう。宝石儀をここにやって。別にしょうがねえ。よし、行った。はい。よし。ましたが、そこはちょっと最後までやっといて。あー、やべえ。あれマジ強えな。どうしようもねえぞ。かわいそう。ドゥルー、よし、いけ、やったれ、もう。バチコーン、フェイス。いけ、マジでいけ、マジでいってくれよ。で、ひど、なにそれ。暴れまくりやりやがる。あ、やった、わかった。ああ、救世主様。だあ。くべ、くっつくんじゃねえ。ならインセントマターをよこせ。うん、そういうわけにはいかぬのだ。この宝は我のもの。お主らに渡す気など鼻からないわ。隊長、来い我が兵士たちよ。宝を手にした今我に敵なし。共に最強の帝国を作ろうぞ。ぬははは。隊長、待ってください。隊長、あの野郎。あの野郎。あの野郎、もうあだで返しやがって。このおかしな現象はあの隊長が来てから始まったらしい。自由に動けるようになったって中のみんなは喜んでたけど。で、僕も北条から離れたあの時の気持ちは今でもよく覚えています。彼らにとって隊長さんは僕にとってのクラウドさんと同じ希望と可能性の象徴なのかもしれません。だとしてもよ、奴らもエンシェントマターもほっとけねえぞ。はい、エンシェントマターの位置は遅く済みです。よし、行こう。どこそれ。
そこだ。遠かったわ。観測準備完了。こちらはいつでも OK です、クラウドさん。あの中に入ったらきっとまた隊長さんと戦うんだよね。今度こそきっちり蹴りをつけてやる。よし。ここが隊長さんの帝国？我が宝、探し求めて千代や千代、虚しく一人漂いし日々。お前ら来ないでください。隊長は俺たちが守る。来るなら容赦はしない。蹴りをつけに来たんだ。望むところだ。望むところだ、魔王。あいけなかねえと思うんだよね。で、これでいけるんだが、でここに入れて、あ、もうしゃあない。バレていけ。バレた。んでそれ出てくんだよ。ディフェンス。あ、バカ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 やる。止めとく。クラウド、ここダメよ。クラウド。知った。んだろう、ひたすら投石。ひたすら投石。やったー。あぶねー。こいつは返してもらうぜ。ゴゴ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 久しぶりに思い切り戦えて楽しかったな。
だな。うん、楽しかった。遊んでくれてありがとう。またいつか一緒に。ああ、覚えておく。エンシェントマターの回収お疲れ様でした。おう。コンドルフォートの世界は隊長さんのデータとともに消失。残念ながら隊長さんの正体は最後までつかめませんでした。そうか。もうみんなとは会えないのかな。その件に関しては僕なりに手を尽くしてみました。彼らにとって隊長さんの代わりになるかどうか分かりませんが、名付けてコンドルフォートバージョン CH2。 バトルシミュレーターのシステムを応用し、内部の演算機能を利用することでユニットたちが自由に行動、思考を広げていけるよう設計しています。彼らにその意思さえあれば。ですが、コンドルフォートができるよ。次に会うときは敵かな、味方かな。こいつはお前がしっかり持っとる。誰にも取られんじゃねえぞ。ああスネアテ二つ目。よし、ギルガメス、ギルガメッシュ出る。ん？あ、来た。ここはさまよいて時の狭間の橋の隊長？隊長？ああ、隊長だ。お主が手に入れし者、潔くこちらに渡してもらおうか。ビッグブリッジ。嫌だね。ならば力づくで奪うまでよ。ぬっと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 。お主相当の使い手と見た。やはり我の見立ては正しかったようだな。勝手に使っただけ。なればない。すみません、取り乱してしまって。なんだ、案外可愛らしいとこもあんじゃねえか。バレットさんのからかいに僕自身の苛立ちを検知。何かあっても自力で対処する。俺の心配はいらない。はい、今後は改めてセキュリティを強化しつつ探索に臨みましょう。隊長さん、すーとこか。ちょっと、小肌だけ先に返すなんてどういうつもりだい。ワンコに聞けよ。
そいつはスタンプ以上だぜ。それで、あの子は元気にしてたのかい？ああ。腹ん中のガキもな。知ってたんだろ？たく、何が手切れ金だ。意地張りやがってよ。何のことだか。じゃあ話は終わりだ。世話になったね。よしよしよし。お使い偉かったね。ロドナーさん。一応このクエストカウンターに行くか。潮風はあ、フォーカスさんに報告。あ、おすすめ撮影スポットを見つけてくれたんですね。ありがとうございます。おめでとうございます。ピンボケカメラマンに認定されましたよ。まだまだ荒削りではありますが、あなたにはキラリと光るものを感じます。そのセンスをさらに磨き、ぜひ世界に発信していってください。むずい。他にもいい撮影スポットがあったら教えてください。クリシラは可愛いだろ。共和国時代は石炭。荷物の依頼はあるか。クリシラ、ここだな。うん、なんだこれ。ブロックス。変えるか。ゲコゲコ。あ、カエル。おじさんたち誰？ここは子供以外立ち入り禁止だよ。人間。当たり前。海底魔航路の影響かわかんないけど、なんでかここでだけカエルに変身しちゃうんだ。それ誰？シンラじゃないよな。ああ、違う違う。あ、もしかしてプリシラが言ってた人たち？村で助けてもらったって。ああ、プリシラ、そうそう。プリシラとは仲良しなの？別に、ただの幼馴染ってだけだ。村の子供はそんなに多くないし、仲良しってことじゃ。了解了解。君たち、こんなところで何をしてるの？何って、ブロックフラップだよ。一緒に遊ぶ仲間を探してたんだ。せっかくだし、お姉さんたちも遊んでく？どう？うん、行こう、クラウド。行こう？ティファ！言ったじゃん！この入り江はカエルに変身しちゃうって！でも、おじさんたちならカエルになっても余裕でしょ。ゲコゲコゲコ。ゲコ熱い。入ってる。あぶねー、ガードとかないわ。ファイルケーク。あら、あれなんで行って、痛い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 。あらあらあだーん、なんだ。よし、じらし、あらあだ。バブル、バブル光線。キャリー。
で。ありがとう。じゃあ今度こそブロックフラップ一緒に遊ぼう。ゲコゲコゲコ。じゃあルールを説明するね。オルガイスク。どう？できそう？カエルの指輪。カエルの指輪ね。だだ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 だ。当たったらダメなのか。どう？なかなか面白いでしょ。まあな。いろいろ案がね。またいつでも寄ってってよ。クラウド、楽しそうだったね。ティファもだ。ちょっと癖になりそうかも。それは勘弁してくれ。ゲコゲコ。な、おい、ゲコ。ゲコゲコゲコ。ゲコ。ゲコ。文化か。最初はもうここぐるぐる回ってりゃいいっすから。30秒ぐるぐる。ここに当たんないようにしようですね。うわ、もう来た。もう来た。俺だけしかいねえ。おしまい。もういいよ。ゲコ。やらねえよ。ゲコ。同じ握手にもなれないね。なんもねえじゃんだって。ぴょん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 。はい、というわけで、まぁ、今回はこの辺にしときましょうかね。コントロールボードむずすぎて。1時間ぐらいやってたわ。はい、それではまたのご来店お待ちしております。バイバイ。